とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーやっていきます。今回のタワー、第2章なんだけども、召喚で倒していくことが多いよね。今日は、召喚禁止縛りで30回までやっていきたいと思います。難しいと思うけどね。まあ、とりあえず、やってみましょう。それでは、スタートです。基本、近接と弓のみで戦っていくスタイルか。なかなか難しいかもしれないけども、いけなくもないと思うんだよな。うん、実際それで、攻略していってる人も多いだろうし、うん、多分、ある程度気をつけていけば、いけるかな。まあ、タイムアタックみたいな感じでやるので、ある程度、スピードも重視しながら、いきます。あー、でも難しいか。どうだろうね。いつもならこう、ゴーレム取るんだけども、星なき夜とかで行ったがいい？でもパワー、まあいいか。とりあえず、星なき夜に一回変えてみましょう。で、エンチャントはエーリを入れて、雪玉を2にした方が安定したかな。まあまあ、大丈夫っしょ。まだ。じゃあ、やっぱり火ダメは結構ある。おいおい。結構食らうね。うん。でもまあまあ、一気に倒していけてるんで、あれだね、スピードは結構あるかもしれない。おし、OK。矢がね、ちゃんと出るかっていうのがすごく心配なところだったけども、ちゃんと矢も出てきてくれて、いいかな。まあまあ、まだ1個だけどね。行ってみましょう。まだ防具とか変えなくていいから、このまんま行くね。OK。ここはもうやりやすいわ。ここはもうまあ、抜群に。多分、ここで、ダメージを受けずに、倒していけるんじゃない？うん、でもそれも、ある程度だな。まあまあ、いけるわな。じゃあ、こっからいける？あ、いけるね。ここ結構火ダメ多いんだけど、まあまあ、安全に、倒しては、いけてる。あぶねえ！じゃあ、オッケー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 。結構安全。はい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 。こう一気に食らうからね。ここは要注意で、行きましょう。オッケー。うん。タイムアタックするなら、召喚しない方が早いね。断然早いわ。まあまあ死ぬリスクは多分、結構高いんだろうけど。あ、でも、でもいつもと違う感じでさ、面白いよ。てか、食らうなぁ。毒ダメージそんなにある？そんなに毒食らうか？やべ、困った。もう、ラグっちゃうとね、ほんと弱いんで。いや、それは誰でもそうだけどね。なるにはほんと注意していきたいところ。うん、早い。攻略スピードとしては早いね。全然早い。一応これ入れとくか。防御力は上げながらがやっぱりいいんで、うん、全然違うよね、ダメージが。 OK、 OK、 矢が出た。いい感じでね、あとあと矢が300本ぐらいストックできてればだいぶやりやすいかな。じゃあ OK。 今のところ本当全く問題ない。 OK。 うん、でやっぱりね、今回第2章も
キノコは出なかった。まあ、キノコはちょっとあれ、やばいもんね。あの攻撃速度は、もう一気に、倒していけるんで、あれは、ちょっとね、ダメなんだろうね。ミステリーアーマーの 25% アップでも、もう全然変わるから。よし、行こう。んで、本当はこう、ビッグス取るんだけども、取らずに、なんもなしでいいか。エンチャを増やそう。雪玉はとりあえずすげえ重要だから、入れて、一発でいけるかな。クリーパー一発で倒せるな。あ、倒せる倒せる。一発でいけるならまだ全然余裕だわ。ここはね、2発とかになってしまうと、ちょっと難しいかなと思ったけど、多分エイリー1を入れてるんで、ダメージも上がってるし、よかったんだろうな。OK。矢は出ないのかい？出ないね。余裕！まだ今のところは。エンチャーの章、あ、ちょっと待って。ここで一回防具変えとかないとね、火の目が多くなるよね、ボスの時に。ちょっときつくなると思うんで。で、これで、星夜をあげるでしょ？なんか前回と同じ形だね。お、エンチャポイント7？え、なんで？あ、そうか、これを変えたのか。そうねー。変更入れて、矢を反射していってもいいと思うんだ。変更2ぐらい入れとこうか。OK。35% で矢を跳ね返すんで、イリュージョナーとは戦いやすくなると思う。まずね、最初にイリュージョナーをぶっ潰すことができれば、早いよ。どうだ？あ、いた！お前、嘘！ちょっと待って。違う。どうだ？あ、お前か。お前か。ちょっと待って、これきついぞ。いたいたいた。いや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 、本物は分かってんだ。オッケー。おっしゃー、倒したー。で、あとは、地雷が消えるのを待つだけ。オッケー。その星だけよりね、やっぱそこそこ火力あるだろうなと思いきや、やっぱゴリ押しが効くような火力でもなかったか。よし、はい、とりあえず倒しました。ボスは召喚があった方が断然楽だね。で、ここ別にいらないな、いらない。あとあとどうするかだよね、武器を。両刃斧のでクリアしたっていう人もいるんで、俺は何で行くかな。自分の得意なやつで行った方がいいと思うんで。いやいや、やっぱり弓だよね。ああ、でも20回ぐらいから弓のダメージがあんまり入らなくなるんで、そっからどうするかだよね。そこからが、どの武器を使っていくか。ちょっと武器選びが、ちょっと重要になってくる。はいかな、その辺からが。余裕。まだいけるね。よし。愛のメダルもなしでいこうか。これも一応召喚みたいなもんだからね。愛のメダルもちょっと禁止でいきます。となると、アーティファクトセットどうなるんだ？あ、最終的には、森の矢筒とドラとかそこら辺を入れていけばいいかな。ちょっとパワーシェイカー入れとこう。パワーシェイカー入れると、多分、いいね。いい感じになると思ったら、やっぱり、いい感じ。パワーシェイカー使えるもんね。ダメージがほんと全然変わるんで。おいおいおい、ダメージえぐいな、ここ。となると、ちょっと
クモは早めに倒しとかんと毒ダメージがすっごい。ここまで毒ダメージあるか。よし、オッケー。お、いいね、いいよ。パワーシェイカーえぐいえぐい。どこ、え、まだいるの。あ、お前か。パワーシェイカーの効果すごいね、いい感じだ。で、ここは絶対乱射。うん、やっぱこれがね、俺一番重要だと思うんだ、マルチショットの乱射が。オッケーオッケー。剣で来た時は結構ここ鬱陶しいんだけど全然いける。ただ毒ダメージがむちゃくちゃ痛い。なんだこれ。とにかく毒はもらわないようにしよう。あぶねあぶねあぶね。じゃあパワーシェイカーすごい。本当惜しいな。オッケー、パワーシェイカー、パワーシェイカー素晴らしい、パワーシェイカー素晴らしい。本当よし、これ入れて正解。パワーシェイカー絶対正解だよこれ。でそろそろ敵がきつくなる頃か。防具も変えたいよね。いやでもまあまあまあまだねこのまんまでいいと思う。勇者で、ポーションのクールダウン 40% オフ、35秒ぐらいで使えるのかな。それだといいかな。これ一発でお倒せる。でそろそろ A にもう一個入れた方がいいか。入る、あーいけるね。待って、おいおいおい、いいね、パワーシェイカーいいよ、パワーシェイカーいいよ、むちゃくちゃ役に立つ。よし、 OK、いいよ。よし、危ねえ、矢が出ないね、危な。矢をもう一個ぐらい欲しい。はい、うん、まあ今のところまだ全然余裕。12、13がラビジャー出てくるんでそこがちょっときついか。なんかないか。ソウルヒーラーとか今から貯めても全然たまんないしな。あ、エンターテイナーに変える？そうすると、クールダウン使えるんで、エンターテイナーにしようか。うん。クールダウンが、ちょっとでも入ると、だいぶいいもんね。で、ラッシュ。いざとなったら逃げて距離を取るっていうのがちょっとやってみようか。お、いいよ、よし行くぞ。 OK OK、 いいね、よし、ラビジャーはこれで、うん、 OK OK OK、 行け、いいぞ、おっしゃ、いいね。でもう一体いるんだ、よし、あと一発、オッケー、いいぞ、うん、ラッシュ1でもそこそこ動き速くなるんで緊急回避はできてる。あぶね、はいはい、いった攻撃マジで。ゴーレムってすっごいやっぱり有能だね、あいつは。ゴーレムすごかったんだね。うわー、そうか、エンターテイナーは
あれだわ、35% 軽減がないから、ちょっときついんだな。うん、やっぱ変えよう。うん。変えちゃおう。ポーションバリア、7秒か。まあまあ、マシでしょう。帯電は今はまだ入れなくていい。オッケー、行くぞ。よっしゃ。よっしゃ。愛のメダルの進化はここで発揮されてたんだけどな。あ、おいおいおい、まあそこまでダメージなかったからいいけど、ちょっときついぞ。よし、 OK。 ちょっとラビジャーを、くー、ここできなかったか。うん、きつい、これはきつい。よし、あー、もう、よし、うん、ここ結構きついわ。ふざけんなお前。よし、でもう一体来るから、はい、おいで。よし、でここを行くぞ。よし、勝て、勝った。でもまあいけたね。いないね、こっちは。オッケー。よし、でもまあ12、13抜けた。ここ結構きついと思ってたんで、まあそこが抜けれて、何よりだ。はい。んでまたテレポートか。いや別に。いらんね。HP も200ぐらいしか変わらないんで、もうこのまんまでいきましょう。はい。あ、きついわ。ここはきついわ。激高で 10% 上がったところでな。そう大差がないっていうやつだから。うん。ああ、そうか。強打を入れてた方が良かったか。ガードストライクとかも良かったね。まあ仕方ない。行くっきゃねえよ。よし。オッケー。ネクロ倒すの俺、きついな。ちょっと待って。待って待って待ってってお前。うん。オッケー。ネクロはあそこで、うまいこと、はまってくれてるんで。このまんまやられちゃってくださいな。 OK。 あぶなー、やられるところだったわ。はい、もうあとは注意するやつはいないね。よし、 OK。 あと問題なし、終わりだ。ふう、ここもやっぱなかなかきつかったね。でもクリア。森の矢筒持っていこう。うん、ちょっと森がないと結構きついんじゃない。あ、ここはこう一気にいった方がいいわ。 OK。 よし、ちゃんと距離を取りつつ、うん、お、いいね、やっぱ森強え。うん、乱射に森はもう本当にベストマッチングだね。じゃあいいね、乱射素晴らしい。ちょっと待って待って待って、ちょっときついな。よし、オッケー。うん、あんまダメージねえな。よし、オッケー。オッケー。いいよ、いいよ。パワーシェイカーが本当にいい味出してる。でも、パワーシェイカーはもう、あそこしかないもんね。他にないんだよな。オッケー。
パワーシェイカー。よし、いいぞ。まあ、クリアだね。パワーシェイカー、このパワーのまんまじゃ20回ぐらいでもう使えなくなるな。お、いや、いらん。ここで、そうだね、狩人に交換で、これはいいと思う。うん、ラッシュはもう入れんでいいか。ラッシュ入れずにガードストライクでちょっと防御力を上げていきましょう。うん、じゃないとちょっと多分ねきついわ。オッケーオッケー。ガードストライクあると硬い。よし、さあファイナドキドキ。よし、ああもったいないもったいない。よし、オッケー。あとはこの裏側か。あっ、バカ、もう何してくれてんのよ。ちょっと待って、よし、解こう。よし、さあ終わりだ。パワー、はい、クリアです。じゃあここで両刃斧に変えちゃおうか。うん、やっぱりねこの武器好きなんだよな。吸血に、うん、クリティカルだろうね。アイテム、いやアイテムボーナスもいいと思う。うん、ただ矢は出にくくなるよね、確かあれって。アイテムボーナスでね矢が出てきてくれればいいけど、確かね矢は出ないんだ。うん、ポーション3種しか確か出なかったと思うんで、きついんだよな。おっと、ここどっちから行く。まあもちろんガス、いや違うか、いやガストからだ、ガストから。おい、きついね。おお、オッケー。森めちゃくちゃ強いよ。森はいい、森はいい、最高。早い。これ召喚なしでなんかいけてるな。そうか。俺、そうか。ボーンクラブの方がいいんだ。あ、でもまあ、次のね、ボーンクラブ取るまでは、両刃斧で行こうか。そうだ。今回、ボーンクラブがむちゃくちゃ強いんだった。うん。しかも、1回目はまあまあ、鋭利がついてダメージアップするし、2回目が吸血つくんで、それもいいんだよね。やっぱりマジか、むちゃくちゃ食らったじゃん。ちょっと待って、やべえ。しゃ、これはまずいこれはまずい。まあまだね、あるから大丈夫なんだけど、ほら、雲と毒のコンボにはほんと注意しよう。死ぬよ、要注意。雲はまず処理することね。いやー、アプドラね、アプドラ強いんだけど、ちょっとさ、ターゲットして発動するまでの時間が長いからね、そこまで好きではない。あー、両刃斧の取ったのこれちょっとミスったな。あ、まあまあでもいけるにはいけるか。あ、やべ、しゃ、うん、森の矢筒がねえとちょっと、あ、やばだよね、だよね、ちょっと死にそうだよこれ。矢を使ってある程度減らします。 OK、
お、矢が出てきた、よかった。本当はここにね、複製の書があれば、もうこの回ぐらいからは矢のみでね、弓のみで攻略していけるんだけど、まあ複製の書は時間かかるからね、よろしくない。パワーシェアが2000だからね、もうだいぶ使えなくなってきたよね。ドラだ。こっからはドラ。バカ野郎、何使ってんのよ。オッケー。両魔王のここはマッチするっぽいね。はいはいはい、ここはこれで全然いける。吸血で回復もするしね。はいはい、おっしゃ。この多さはちょっと鬱陶しいけども、まあなんとかなるか。もう少し、よし、さあ終わりだ。あと1回か。はい、終わり。こいつらもね、なんか出せばいいけど、確かこいつ出ないよね。こんだけの数出るんで、矢とかね、バーっと出てきてくれれば嬉しいんだけども、まあここはもちろんビーネストで行くでしょうね。ここ間違いない。クールダウンと霊気、まあいいか。結構きつくなるんで、さ、端っこにね。あー、やべえな。この入手し森の矢筒をもう最終兵器として使っていけばいいね。よし、 OK。 あと何だい、あとお前だけ、あ、みたいだね。OK、 上にもいたんかい。終わり。落ちなければいける、全然今のところはね。 OK、 ようやくボーンクラブちゃん、俺の大好きなやつに変わった。吸血は絶対いる。で、火属性は1ぐらいでいいか。このダメージなんてまあまあそう大したことないんで、そこまで期待せずにいいと思う。240本、これだったらいける。こんぐらいあれやけど、おい、ダメージだっても吸血があるから大丈夫ね。で、若干硬いやつとか出てきたとしても、ドラでね、なんとかやっていこうよ。 OK、 ここで出てくるからね、ドラで一撃で。おい、いってえな、一撃が重い。はい、ちょっと敵が強くなってきたよ。でもまだいける。いらん。基本こっからはボーンクラブで一応ボスまではいけるっていうのを確認してるんで。なるほど、ネクロか。出た瞬間にドラ入れることができれば、まあ余裕だな。まあ当て漏らしたとしても森の矢筒でなんとかやっていけそう。じゃあやっぱりここ霊気がね優秀、敵の動きがめっちゃ遅くなるんで霊気は優秀だね。普段はなかなか入れないけども、ここばかりはちょっと役に立つわ。次どこだ、しゃ、オーケー、いいよ。はい、
うん、かなりいい感じで立ち回れてると思う。で、強化メールに変えます。クールダウン、雪玉、防護2、うんだね。で、次で防護3を入れればいいかな。こっち側から行きます。ちょっと待って、ゴーレムがいないからあまり無茶なことができない。ゴーレムいればね、そこそこやってくれるんでよかったんだけども。よし、 OK。 ここはね、凍結を使ってくる敵がいるんで、あまり向こうに行きたくない。 OK、 いけた。ふぅ、硬えな。赤色硬い。よし、 OK、 いけい。略奪者とかはドラでなんとか防御力減らしてやって勝てるね、それだったら。おーし、ここも、うーん、とにかく凍結もらわないようにしよう。凍結もらうともうほんと一気に戦力、あー戦力ダウン、やばい、あっぶね、あぶねー。おい、もうよっしゃよっしゃ、きっつ。はい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 、いいよ、はいはいはい、いけ。あー、もう凍結入るなって。で、森で行く、森、いいね。もう凍結すんなって。よし、 OK。あれ、まだいる？あ、いたいた、お前か。終わりだ。ここはなかなか厳しかったね。でもまあまあピンチにはならなかった。 OK です。愛のメダルは禁止なので入れません。森の矢筒でいきます。ここ楽勝。もうゾンビだけと、クリーパーが2回くらい出るくらいかなんで大丈夫。防護を入れとこう。火属性をね、1上げようかなと思うんだけども、召喚がいないので、もうむしろ防御を上げていった方が正解かと思う、もしもの時の火ダメをね、少なくするために。あ、でもまあクリーパーも一発プラス炎ダメージで潰せるみたいなんで大丈夫です。 OK。あ、反対側いるな、確か。3体ゾンビが出てると思う。いた。はいはい。矢の数ももう大丈夫だね。森の矢筒を入れていくと、だいぶ節約になるんで、いいね。そこまで矢を気にしなくてよくなるんで、森の矢筒は、普段からも入れていっていいかもしれない。あ、でもそれを入れようとするならば、エンチャンターの書か、愛のメダル、どっちかがね、入れれなくなるので、うん、まあまあ、それもちょっと相談っていうところで、かな。OK。ここきついやろ。いける？いけるか。このラビジャー4体のところが、ちょっときついかもしれない。10秒であっち行けるか。10秒で向こう行って風使いをなんとか、あ、行ける。よっしゃー、 OK。 じゃあまずはこっちの方から、うん、こっちの方から行った方がいいからね。間違いなくこっちスタートの方が安定して倒せるんで、こっち絶対おすすめ。じゃあOK。 あ、おい見えてなかった。回復は入れとこう。うん、反対側のラビジャーのところが絶対回復いるんで、
オッケー。森の矢筒、そうね、どういう感じでいくか。とりあえず多分2体2体で固まってんのよ。でそこにドラをかませてやって、影のブリューでサプライズアタックをしてやればどうだろうか。うん、こっからいくか。しゃあ、オッケー。やばやばやべ、緊急回避緊急回避絶対必要だから。よし、でもまあまあこれで残り2体で、しかも森である程度減らしてやってるんで、あとはドラ使ってね、がっつりやってやればいけるんじゃないですか。おい、ほらほら、あとは楽勝、あとはザコのみ。はい、終わりだ。しゃ、いけるかなこれ。ああ、おいおい、ローリングして、ローリングしてくれ。で28階、ああはいはいはい、ロイヤルガードがいるとこね。ロイヤルガードがいるところも大丈夫、全然いけると思う。装備なんか変えれるか。いや、なんもいらんね、このまんま。エンチャをなんか入れてやりたい。火属性を、爆発か。火属性の若干のダメージよりはこっちの方がマシかな。うんうん、爆発で一応敵がノックバックするんでちょっとはやりやすくなるはず。いくぞ、 OK。 はい、うん、ロイヤルガードは森でガシッと行っちゃいましょう。いけた、お前まだいるんかい。 OK、 いいね。まあ、いざとなったら、あ、そっか、ポーションバリアついてないのか。ポーションバリアはないのか。まあなくてもいいか。行くぞ。ここが多分結構きつい。よし、 OK、爆発しろ。オッケー、オッケー、この場所を取ればいける。うん、爆発あんま意味ないか。そこまで意味なかった。うん、じゃあここちょっと辛いよ。いける、いけるね。オッケー、よし、イエーイ、あとお前だけだ。雪玉やっぱ素晴らしい。雪玉はめちゃくちゃ役に立った。で、上はそんななんてことないね。上は問題なし。まあ、雑魚が若干多いけど、森の矢筒を使っていけば、森の矢筒強え、強い。うん、矢もね全然消費しないし、いいね。あ、でここでん、いや14秒、あんま変わんねえじゃん。なら別にもう取らずにエンチャを入れていった方が、いや入れれるのがないな。アンチャンティング入れるか。うん、確かボスにも有効だったはず、おそらくね。はい、あとは楽でしょう、あとは楽勝。うん、ドラ使って森の矢筒いけば、いや結構早くいけるんじゃない。うん、ドラ森で、ドラ森ってなんかあれだな、薬局があるな。いけ、うわ、めちゃくちゃ速い、むちゃくちゃ速い、すごい、むちゃくちゃ速い。
はい。まあまあまあ、召喚ゲーだと思ってた第2章のタワー。まあ召喚なしでもいける。うん。でも召喚で行った方が、早いよ。早い。ただ、森の矢筒は、すごい役に立つんで、20回ぐらいで初めて出るのかな？そこで、一応森の矢筒に変えてあげても、いいと思う。うん。なかなか、素晴らしかったです。ということで、報酬を見てみましょう。何が出る？しょぼいしょぼい。どうだ？パープルストームは。あー、で、全然ダメやね。夜の棒もダメ。パープルストームもダメ。ダメダメだ。まあ、パープルストームは、お供え物としてなかなか優秀なので、取っておきましょうか。はい、ということで今日はタワーを召喚なし縛りでやってみました。全然いけます。全然いける。ただ、時間は若干かかるっぽいね。召喚で行った方が楽な場所が多いんで、うん。召喚はやっぱり入れた方がいいです。あと、森の矢筒？あれはすっげえ役に立つんで、絶対おすすめです。やってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。